こんばんは。こんばんは。やっほー。いじきえらいにありがとう。いじきえらいね。ありがとね。<laughs> ありがとう。うこんばんは。ワン、やっほー。こんばんは。 こんばんはわー。電飾かな。なんか、イルミネーションの写真こ。よいしょ。はい。初コメです。ありがとう。嘘 <laughs>、嘘やけど。ゆしけ選んにありがとう。 こんばんは。ひひひ。こんばんは。やっほー。ぼきの好きな写真。あ、ほんとこれ好きこれさ、ピントがさ、手に写ってて。そう。あら、がクくりさん、クッキー、ありがとう。ありがとう、クッキー。こんばんはです。ありがとう。 どうぞ <laughs> あのねみんなこの間のショールーム審査なのですが福村えずきさん不採用でしたごめんなさーいごめんねーダメだったー <laughs> そうダメでした1位の方と審査員特別賞の3位の方があのー、採用されてましたね結果出るの早いそ今日をそう今日ね発表があったんだよねそう 残念ね、でもいつならまたチャンスつかめるようでありがとうこれからもいけずにチャレンジすることが大切だってありがとう何がダメうんでもねやっぱりねあのオーディションって何でもやんねんけど AJ のオーディションもそうやしこの声優のオーディションもそうやったけど不合格の人にはねあの不合格ですっていうメールすらも来ないんよ。 そうだから出てはった一緒の一緒に出てた人のツイッター見てあの受,か受かりましたっていう,そうツイートを見つけてあ受からはったんやゆはメール来てないからあ受かってないなっていうそ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 ういう感じやねんな残念な気持ちを次のチャンスにうーん ありがとう。経験だからね。そうだね。切り替えていこうだって。頑張る。お祈りメール。そうそうそう。なんかさ、よくさ、就活はさ、お祈りメールあるやん。なんか、なんか弊社とはご縁がありませんでしたみたいな。<laughs> そうそうそう。シマチューサハートありがとう。 きちゃんやれる時間をも一生懸命にいつもやってきてるからってありがとうそうだからまあでもめげずにねいろんなことにトライしていこうと思ってるよく知ってるなだってえなんかさそうそうそう今後のかご活躍をうんぬんそうそうそう すっかり迷惑掘る、ォルダなかった。なかった。頑張ったからヒジ偉いだってありがとう。ありがとうね。いろいろなことにチャレンジしてこうだってそうやね。そう、ほんまにね。あの、そうそう。いろんなことにね、挑戦して。なんて言ったってユズちゃんまだ19歳だからね。でも、言うても今年20歳やし、そんな、 のんびりしてる暇もないと思ってるから、自分的には。だからね、ネージュも今年、2021年はすっごいネージュの年にしようって頑張ってるし、頑張ろうって今ミーティングとかも社長ともいっぱいしてたりするし、そう、なんか福村ゆずき個人としても、そう、いろんなことをね、できる一年にしたいってめっちゃ思ってるから、またな、ショールームのいいイベントが、 やりたいっていうイベントがあったら、また挑戦すると思うから、その時はまた、お井様投げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。次のイベント早速行こうだって。ほんとみんな疲れてへん大丈夫洋介さんもハートありがとう。ユうしんぴったりの声優のお仕事もらい頑張っていこう。そう、頑張る頑張る。アバターどうなった今審査中。 またあるなら協力は。あ、ほんまにみんなと頑張ったから、勝ては絶対に。そう、ほんまに、今回の、あの、今回のね、あの、何イベントで、あの、ライブに来てくれた方も、すごいいたし、なんか、 今までネ、ね、ージュに来てたけど、ゆずとは喋ったことないっていう人とも、おしゃべりできる機会が、ね、できたり、かすごいね、なんか、めっちゃ意味あったなって思う。そうそうそう。ゆず疲れあってありがとね。若いな。いやほんまに19歳若いよな。じゃあ若いんやけどな。若い中ではな。若くないねん。わかるなんか、 週の女王みたいな。<laughs> わかる？そうそう。だから全然ね。時間はないと思ってる。ゆずは。い,いつでもパリパリー。早く早くって。カタルフさん、ね、ニーニャは言ってるけど、ゆずさんと話したことない。あそうなのね。<laughs> いるの？カタルーニャどこにいるんやろ？ 得られたものはたくさんあった。うん、いっぱいあった。いっぱいあったと思う。中の上って言って、若さの中の女王そうそうそう。なんか、あの、わかるかな。お宝増やしていく効果あったからイベントチャレンジしたことは意味あるで。そうそうやんな。そうだよね。そう信じてる。あ、おもちのファンなんや。 みんなで頑張ったも私の絆が得られたよね。そうほんまにそれもね嬉しかった。アイドルとしては中途半端なやり。そう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 やねん。なんかめっちゃ言いたいことわかる。<laughs> 若いうちにいっぱい経験てきな。そうだからゆずちゃんはこれからもいろんなことにトライしていくのでぜひ応援してください。 今は善悪ないからね、女性と話すのは大変なのよね。あ <laughs> 確かに善悪とかないもんな。善悪もな、何回もしたいですっていうのはね、メンバーも思ってて、そうけど、やっぱりさ、コロナやから難しいよねっていうね。あの、そう手袋をして、握手みたいなのとかあの、リリーベ中とかめっちゃ考えてて、そうそう。 全員エアハイタッチとかやってる。エアハイタッチガチエアハイタッチもうさ、ワンチャンさ、おっとっと触れちゃったぜをみんな期待して。<laughs> な面白い。なんかさ、あのー、面白いね。エアハイタッチって。<laughs> 握手なしで全員トークならできるかも。 ああ、握手とかなしでな。全員お話。だからなんか台湾とかやったら、あの、お話券みたいな。なんかあるんだよ。たまにね。だから、あのー、台湾にもね、絶対にみんな来てほしいんよね。エアにしてしまえば何でもできそう。<laughs> エアにして何でも確かになー たーしかになーエア。エアにしたら何でも許される説。水曜日のダウンタウンに行けそうやね。最近だとリリーベの全員 CD ぐらいいやほんまにそうほんまにそう。エアハグチェキとかいけるやん。エアリフト。エア対バン。え、そう、エア。エアコール。<laughs> ただの口パック。 でたちもエアライブしようかな一回エアライブですって言って今日,今日はエアライブですもう誰の声も聞こえん <laughs> MC も誰も喋らべら全員口パクするからそれを読み取ってもらうみたいなえなんかあの25日あのジェストで定期ライブがあるよって昨日かな 告知されたんやけどそう25日の,あの定めめちゃめちゃゃ面白いから絶対来て欲しい <laughs> しかもさあの何8人でラストの定期公演やしそう今日ないろいろ考えててメンバーさんと「どんなのにする?」みたいな「こんなのはどうですかこんなのはどうですか?」って言ってそうゆずのね案がね通ったんだよ。 サブタイトルもね、ゆずの案が通ったよ、多分。あのー、告知の時に、しれーっと変わってるかもしれへんけど。<laughs> ちょっとふざけたね、名前つけちゃったから。そう。だからね、あのー、ぜひ、来てほしいね。前ゃ彼はもう少し新規の友達に誘いやすいんだっけど。ああ、なるほどね。 ああ、なるほどね。えー、新規の友達とかめちゃめちゃさ、誘ってほしい、本当に。でも採用されるって素晴らしい、本当イェーイ、サスユージューってふざけたネーミング期待する。な <laughs> ぜに先着なんや、だって。え、チケットチケット ?25 日だけ会社破壊したすぎて世界の破壊者になっちゃった。<laughs> 火曜日の祝日が木曜にならんかな変えてもらおうかなだって。え、ちょっと、え、え、え来てほしいね。でも、ほんとに。来てほしい、来てほしい。お、おもしろいよ。なんかでも、どれぐらい面白くなるかは、メンバーの力量というか、個々の力量。なんか、あのね、な、なんて言うんだろうな。チームワークではない。なんか、なんやろ、運ゲーやな。<laughs> 25日お休み取ったうそみちゃん白いよ楽しいおもちとかふざけすぎてるから程よくふざけりゆずさんいいと思だって,てイエーイそうゆずちゃんはね結構ねおふざけとか結構するけどもでもあの寝が寝がいい子でね真面目だからねそう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 。 ライブがゲーム <laughs> いや、いやでもな、捉え方によってはそうなる、ほんまに。だ面白いと思うし、そう、来てほしいなって思います、ぜひ。遊びに来てな。運ゲーのライブって言って。まあでも、ちょっとヒントを与えすぎると、ちょっと、うんってなるから。まあ、内緒で。さあとね、ゆずはね、あのー、今ね、高校生の時に仲良かった4人で、 あの、あれをしたいねって、あの、旅行をしたいねって言って、なんか、そう。なんかさ、なんかどっか行きたいなって思って。なんかさ、そう、どっか行きたいね。だから、でも、めいちゃんとユっキーとおムちも、まあ、お出かけはするんやけど、また。けど、あの、 毎日一緒にいるからさ、レッスンとか自主練とかボイトレとかあれ、あの、ライブとか。で、毎日一緒にいるから、そう、違うメンバーと行きたいなと思って、あの、関西のね。だからさ、関西の人たちやからさ、ゆずがさ、関西かなかねんな。で、なんかさ、静岡とかさ、いいやんってめっちゃ押してんやけどさ、今。今日ちょっと鼻声なあ、鼻声になった。でもなあ、大丈夫やで、全然。 <laughs> 全然大丈夫よけど自分でも思った「花声やな」って旅行ああ熱海ってどこにあるんゆずさんほんまにさ分からへんねん何がどこにあるかだからさ他の3人はさあの4大あの4大生と短大生で学生をしてるからなんかあの大学生で流行りのとことかないのって言ってあのゆずちゃん分からへんから言い出しっぺやけど。 あの「君たちと一緒に時間を過ごせるなら本当にどこでもいいんだよ」とか言って <laughs> そうだからあのあのど,どこでもいい一緒に行けたらどこでもいいって言ってそうそうそう熱海は静岡なんやえちょっと言ってみよう今な有馬が優勢やから有馬温泉ってさなんかどこにあんのって言ったらさ 神戸って言われてさ、え、ゆず神戸まで行くんで、それやったら京都がいいなって思いつつ。そう。ガストでもいい。ガストでもいいよ。じゃあ、ほんまにどこでもいい。カップルがいられててる。289日パチパチありがとう。え、なんか、あの、なんだろうな。あの、 大学生の流行りは金沢知らんけど。金沢か。なるほど。金沢。あれちゃん。なんかさ、あの、なんて言うんやろ。あれ、あれちゃんあのさ、ゆうのさ、お友達にもいた。金沢行く人。あとはな、ゆずのな、地元、地元っていうか、京都の人は、とりあえず淡路に行く。めちゃめちゃ、淡路島。で、玉ねぎ、大きい玉ねぎと、写真撮って、そう。 神戸みたいな、あの、淡路っていうな、文字があるんやけど、あれの上にみんな乗ってる。もう三重に行こう。だって三重か神戸の北側有馬温泉。長泥とか川越とか、近くて楽しい。川越ってさ、なんかさ、京都っぽいよな。なんか嵐山っぽいよな。 サイゼでもいいもうゆずたらこソースししりふ大好きだからだい,いいよ <laughs> 京都地元やねなんか神戸まで行くのがさちょっとめんどくさいんやなまあ大阪は駅で降りちゃえばあれやけどさ川越一っとき毎週行ってたやば行きすぎやろ <laughs> え金沢いいぞあそうなの こんばんは、だってこんばんは。アルビアートはね、ちょっと辛いから食べれないんだよ。川越は埼玉あ、そうなんや。箱根箱根もよく聞くよね。あと、鎌倉な。いや、鎌倉も行きたい。えさ、ゆずさん、なんならさ、別にさ、場所はさ、そんな問わんくってさ、なんか、まあ、どっかなんか観光みたいなできるところ行って、 なんか TikTok とかでさバズってるさ安くておしゃれな映えホテルみたいなあるやんそういうのでそういうところになんかもうさ何て言うの仲良しのさ人とさ泊まったらさ別にさどこでも楽しいやんやからさなんかあのそういうのでもいいなって思うもうこうなったら俺もいい来 <laughs> ちゃう来ちゃう <laughs> そうそう誰と行く,は行くかよりあどこに行くかより誰と行くかそうやねんそうやねんほんまにそうやねんだからそうめっちゃいいよねどこでもどこでも楽しくなりそうキネマの近く安くて映えるあのねゆず知ってるよ <laughs> それ知ってる気がする。ホテル安いか都内のホテルでクリスマスパーティーとかした。え、いいなぁよすも呼んでよいいなぁ。映えるホテルってそれ、あれやん、やって。何知ってるなんかね、いろいろんなとこあるんやけど、なんか、あの、ちょっと和テイストの感じとか、ベッドがなんか4つ 向かい合わせに向かってて、真ん中に机とかがあって、みたいなのとか。そう。あとは、あのー、あとはね、ゆずはね、あれがいい。あのー、ドームみたいな。あ、なんて言うんやったっけセグウェイじゃなくて、コテージじゃなくて、あのー、あー、なんだっけみんな。 あの、あれやん、あれやん、なんか、プラネタリウムみたいなさ、中にさ、入ってさ、やるやつ。あの、お外が見える。ドーム、ドーム。えわからんドームセーブドームって言って、ちゃちゃちゃ。そう、野球場ちゃん。<laughs> ね、なんかさ、え、なんて言うとき、グランピングやグランピングみたいな。プラネタリウム鎌倉って言って、あの、グランピング でよくあのなんかドーム型になってるテントみたいなんでなんかあのあれカーテン開けたら外の景色が見えるみたいな全然違くてくさってて <laughs> 全然違ったセグウェイは何やっけ分からへんけどグランピングやグランピング大阪にあること行くことはね今年は行けるといいなと思ってます グランピングいいですねでない行きたい、グランピング。だから、あの、別に、どこに、なんか、グランピングの、あの、あれに泊まりたい、その、なんだっけ。あの、ドーム型のオシャンティーなとこに、行きたい。<laughs> もう、キャンプしようやって。え、それで、なんか、ゆず、 野生的なさなんかよくやるさあの学生がよくやるあの鴨川の下でなんかあのバーベキューとかもさ、まあ、あの好きなんやけどさ,ちゃ,んとさ <laughs> あのちゃんとカットされた野菜があってちゃんとしたお肉があってそれをとってグランピングのところでんてうの施設っていうのかな。 なんか施設ちゃんとした衛生面のところでやりたいグランピング今ググったっけど確かに映えそうえめちゃめちゃ映えるでグランピングとか神戸のネスタリゾートのグランピングは一度あるけどめっちゃ虫来るいやー虫あ虫かー虫ややなでも夏より増しちゃう冬の方がカーとかいっぱいいる グランピング行ってセグウェイにも乗れば OK だって。ゆずさ、あのさ、今さ、キックボードのさ、キックボードのさ、ケらへん、キックシーヒンボードあるやん。キックボードにずっと乗ってたら走ってくれるみたいな。ゆず、あれがさ、ドンキで売っててさ、欲しいって思って。めちゃめちゃ欲しい、あれ。あれでさ、あの、秋葉まで行きたい。<laughs> <laughs> って言ったらメイちゃんに <laughs>「やば」って言われた <laughs> けどなんかあのキックボードのキックしヒんやつあの乗りたいあれめちゃめちゃ楽じゃん地面にも足つけないしねいいよねあれ沖縄行こうだって沖縄もいいよねバイクじゃん <laughs> そうバイクみたいな可愛すぎてて グランピング一番楽しめる宿一位千葉だった。嘘じゃもういつでも行けるやん。冬は虫は冬眠してるから。あ、やんなぁ。冬眠するよね。虫って。そう、だから冬に行きたいな沖縄キックボードで行くんか。むずい ちょっと飛行機使うわ。あの、成田空港まではキックボードで行くわ。俺もローラー、ローラースルーゴーゴー買うからドライブ。何ローラースルーゴーゴー。<laughs> そういう名前なん <laughs> そういう名前なん <laughs> 免許いるんじゃないえ、あれ免許いるんかなでも免許いるんやとゆず一石二鳥なんやけど。今ゆずさ、あの、身分証明書持ってなくって。 だからね、欲しい免許とりあえず GoTo が再開した GoTo って再開するのかねどうなんだろう成田羽田ではあえていや分からへんどっちが近いか成田がすぐ出てきたから成田っちゃった <laughs> 待って読売ランドってそういう感じなんやお金 入れると動くパンダああい,いえ <laughs> あれ乗ってたよなユキーたちパスポート作るんだなあパスポートのでもユズ外国に全然興味がなくって全然日本でいいユズ免許を取るユズ免許取りたいユうな愛用者キックボード <laughs> めちゃ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 かっこいいやん Go2 再開。え、うっそうなんや。そうなんや,んなんやん。なんかね、メイちゃんのお母さんがね、Go2 めちゃめちゃさ、詳しくってゆず、メイちゃんと Go2。メイちゃんのままセレクトの Go2 を、メイちゃんとゆずで行こうとしてた。だけど、なかなかね、予定がね、Go2 が GTO に見えたら <laughs> グレートティーチャー鬼塚や。 やば、明日ゆず早起きやねんな。GoTo のプロ、そう、GoTo のプロなんよ、マ、ま、マ、あまあ、メイちゃんママ、まあまあ。日本で良い、それな、日本、日本でいいよねーって思っちゃう。ちょっとゆずちゃんさ、明日さ、明日ねー、7時半ぐらいに起きないといけないんだよね。そろそろ寝ようかしらねまあ、もう30分配信したからね。 ちょうど、ちょうどかな。ええさん、GoTo 復活したらどこ行きたいとかあるのだって。ええー、どこでもいいけど、どっか行ってみたい。全然ね、どこでもいい。いや、ゆず、GoTo 使って遠征行きたい。<laughs> あのー、なんか、ネイジュのメンバー全員でさ、GoTo 使ってさ、宿とかさ、新幹線代とかさ、ちょっと安なるやん。 え、それで、go to で、遠征行って、ライブして、ホテル泊まって、あの、い、あの、行きたい。え、めいちゃんいるのあ、めいちゃん行きたいねって、ほんまや、めいちゃんおった。<laughs> そうした早起きなんよということで、ということで、ということで、13人の方からお名前読みます。13位、たけちゃん、12位、1回3、11二2やん。 10位、カタルフ。9位、オマイシャ。8位、ゴメさん。7位、ヒロ。6位、アズマヤ。5位、ヨウスケさん。4位、シーモチューサ。3位、タッピちゃん。2位、ガクリさん。1位、タカディ。ありがとうほなさいなら。お疲れ様でした。おやちょみバイバイ。3、2、1、うんま。